テレビに出ている人とつるむから軽いとか、そういう見方自体が仏教的じゃないですよね。皆さんこんにちは、総裁カウンセラーのオケイです。前回に引き続いて今日も瞬間出家できる、あの1日1回とかトライできる、技を知り合いのお坊様から習ってきたのでお伝えしたいと思います。今日はあのこちらの井上工房さんに習ったことなんですね。あの井上さんってどっかで見たことあるっていう方多いんじゃないかと思うんですけれど、テレビのぶっちゃけじにレギュラーで毎回出られていた方ですね。で、井上さんは心理学も学んでいらっしゃる、お坊さんになった後、あの確かおじい様の後を継いでお坊様になられたって聞いているんですけれども、その最初のお坊様になるための大学を出た経験だけでは足りないって思われて瞬間があって、というのはお寺に相談者が見えて、お坊さんそのいい精神科の先生知りませんかと言って相談された時に、井上さんはあれ仏教でそれが解決できないってどういうことだろう、心の悩みに向き合うのが仏教なんじゃないのか、生老病死苦ですからそれを解き明かすのが仏教なはずなのに、お寺にいて精神科の先生を探していますっていう相談が来てしまうってどうなんだろうってふとした疑問に思われたようで、でその後、まああのすごいんですよね、また試験受けて大学に入り直されて心理学を学びに行かれるんです。まあ、その努力だけでももうものすごく並々ならぬことだなって思うんですけれど、まあこのチャンネルはお坊さんも結構たくさん見てくださっているので、私地方の公園に行くとね、あの井上さんがやってるのはあの、まあ、ぶっちゃけじだけではなくって、私もいつも応援していて、このチャンネルでもご紹介動画を作ったことのあるハスの葉っていうお坊さんの相談サイトがあるんですよ。お坊さんのっていうよりお坊さんが回答者になっている人生相談とか悩み相談のできるサイトがあるんですけど、そこの共同代表でもいらっしゃいます。で、井上さんが共同代表になっているハスの葉をぜひ、回答者が足りていないみたいだから全国のお坊さん登録してくださいって、私はもうあちこち の僧侶研修に行って行くたんびにご紹介してきたんですけど、1年間に本当に1人とか2人しか登録僧侶が増えなかった、私を経由してではですね、増えないっていうことがあって、で若いお坊さんたちとその研修の後の懇親会ですか、あの沢会みたいなものに行った時に、あのハスの葉のことについて聞いてみたりするんですね。興味ないですかって聞いてみた時に、いや興味は十分あります、回答僧侶になってみたいけども、ちょっとうち の周りのお寺で、あのそういうマスコミに出てる人とかマスメディアに出てる人とつるむと、なんかそういうお坊さんだって見られてしまってやりづらいんだみたいなことを何度も聞いたことあるんですね。もうお坊さんの世界ってそれぐらい閉鎖的で、まだまだ封建的で縛りもあって大変な世界なんだなっていうことなんです。例えばその周りを気にしない方であっても、住職がですね、その方が例えば次継ぐ予定の副住職さんでいらしたら、住職っていうのは仏教上の師匠にもあたるわけなので、まあ、親子であることも多いですけど、決して親子とは呼んでいなくて師匠っていうわけなんですね。で、そうするとその師匠が反対することっていうのはもう絶対命令なんですよ。ってなると、やっぱりその寺のことだけやっていればいいから、そういう余計なことをするなって言われてしまって、で、ハスの葉っていうのはもう、匿名でも登録できるし、お寺の名前も明かさなくっても回答僧侶になれるっていうご説明はするんですけれども、やっぱり夜な夜なパソコンに向かってその人生相談に答えてたりすると、なんとなく悟られてしまうから、ダメなんだっていうふうにおっしゃる方もいらしたんですね。で、とっても残念に思っていて、まあ、ぜひその誤解を解きたいなっていうのもあって、今日は井上さんをご紹介したいなって思っています。テレビに出ている人とつるむから軽いとか、そういう見方自体が仏教的じゃないですよね。何かを名付けたり決めつけたりっていうことから自由になる、そういう思想が仏教だと思うので、まず、まあ、その、まあ、分かりますよ、生きていくためには仕方がない、
で、先日も申し上げたように、日本のお寺っていうのは、そのお寺っていう建物を維持する、維持運営するっていうことの方が主目的になってしまっているので、その維持運営のために師匠さんとか周りのお寺さんから白い目で見られてはやっていけない。ひどい場合はですね、周りからちょっと白い目で見られ始めると、墓地の許可を取りづらくされてしまったり、まあ、ちょっと議員さんに口聞いたりするとね、墓地の許可出なくなってしまいますので、まあ、行政書士的に言うと、墓地の許可って保健所なり、その市役所なりの、一存なんですね。例えばこの町ではもう墓地が足りていると行政が考えていたら許可しなくてもいい状態のものなので、だから本当に嫌われてしまったら運営のもう基盤である墓地運営ができなくなってしまったりするってことなんですね。まあ、非常に難しい問題ですけど、この令和の時代ってね、今まであった昭和平成とずっと積みっぱなしにされてきた日本のおかしなところ、本当に常識で考えたらこれおかしいでしょっていうことが平気でまかり通ってるのいくつもありますよね。協力金の時にお話ししたマイナンバーカードとかもそうなんですけど、 IT ちゃんと活用されてないよねとか、もうどう考えてもちょっと日本が先進国で痛いんだったらそこ直さないとどうにもならないよってことがすごくたくさんある。だいぶ話それちゃいましたけど、まあ、井上さんの話に戻すと、テレビに出てる人だからっていうだけで、そういう人たちと一緒に何かをしたら軽く見られてしまうよっていうのは本当におかしなことなので、お寺の世界であればこそ、そういうよくわからない基準でものを決めつけるっていうことはやめるようにしていっていただきたいなと思います。もし本当に登録僧侶になりたいんだけども、なかなか周りに許してもらえないっていう方がいらしたら、ぜひいいお坊さんひどいお坊さんのこの人がそんな風に言ってたよと、この動画を見せていただいてもいいと思います。まあ、そんなわけでね、前置き長くなりましたけれども、いわゆるマインドフルネスの世界ではこのトレーニング、これからご紹介するものは紹介されているんですけど、レーズンエクササイズっていう名前で検索していただくと出てきたりします。ただいろんなサイトを見るより、私はその井上さんの講演会に行って、その場でそのレーズンエクササイズを井上さんから指導していただいてやった時が一番腑に落ちたんですね。あ、こういうことなのか、これだったら毎日一回食事の前に、まあ三食全部やれたら一番いいけど、最初の一口だけでも同じ気持ちでやれたらものすごいことだなっていうふうに思えたので、ご紹介したい。見てください。干しぶどうが一人に一個ずつ配られるんです。で、そして、まあ、ぶどうがね、アレルギーとかで食べられない人のためにさくらんぼも用意されてるんですけど、まあ、どっちもドライフルーツです。で、この一粒のシワッシワになっているぶどうを、まずはじっくり眺めてくださいって言われました。まあ、じっくりなんてね、干しぶどう、そんなにまじまじと見たことないですよ。で、白い粉吹いてるなとか、シワがすごいなとか、結構複雑な形になってるんだなとか、いろいろ思いながら眺めて、で、じっくり見たら、ようやく口に含んでください。でも噛んだり、いきなり飲み込んだりしないでくださいねって言われるんです。ずっとそれを舌の上で転がしながら、なるべく長い間、味わってください。って言われます。200人ですよ。集会所だったんですけどね。200人のもう本当に年もバラバラ、男女も半々ぐらいで、本当に70代ぐらいの方がいらしたら後ろ大学生だったりとかね、いろんな年齢の人が一斉に口に含んでドライフルーツを味わうんですよ。で、まあ目は閉じてもいいですって言われて、私がそのリンを鳴らすまでずっとちゃんと味わってくださいね。で、もう本当に十分味わったし、このブドウと向き合ったっていう頃になったらやっと飲み込んでもいいですって言うんですけれども、本当に何分間もずっと干しブドウを転がして、香りがどんどん鼻の方に来たりとかするんですね。で、なんかね、終わってから周りの人と感想を言い合うんですけど、ブドウ畑が見えたとかいろいろみんな言うんです。
こう、ぶどう棚の下にいて自分が座禅してる感じだったとかね、いろんなことをおっしゃるんですけど、昔のことが巡ってきちゃったりとかね、いや、本当は瞑想ってね、あんまり昔のこととか、未来のこととか、明日どうしようとか、そういうことを考えちゃいけないとか言われますけど、この食べる瞑想に関しては、まあ、どんな風にこう巡っても別に気にしなくていいやっていうことらしいので、やってみると、ほんの一粒のぶどう一つで、たくさんのことを私たちって感じることができるんだなって思えたんですね。で、この体験をすると、グルメの人が最初の一口をこうレポートしたりするときに、頬張って、むって言って味わうじゃないですか。あの瞬間って瞬間出家になってるんだなっていうことが、その干しぶどうの瞑想をやって、私は分かりました。だからグルメの人って結構悩みもないし元気だったりしますよね。あれも瞬間出家なんだなっていうことがちょっと分かったんですよ。というわけで、干しぶどう一つでこんだけ瞬間出家できるよっていう話なんですね。瞬間出家の定義については前回も申し上げましたけど、一回気持ちがリセットされて、さっきまですごい悩んでたこととかくよくよ考えていたことがこう一旦吐き出される、机の上が真っ平らになる感じ、パソコンで言うと、まあ、デフラグした後みたいな感じですかね。完全終了させて一回きれいにして、また新しい情報とか新しい活力とかが入ってきやすくするっていう風に考えていただくと分かりやすいと思うんですけど、まあ、これをマインドフルネスとか瞑想とかいろんな呼び方あるけど、私はもうそのパソコン上のデスクトップをきれいにする感じと一緒でいいと思ってます。で、これを、まあ、いろんな人が1日1回でもね、1食だけでもいいので、最初の一口で同じようにやっていただけたら、とっても、まあ、日本自体がいい感じにいくかなと思いますので、コロナで心苦しい人も多い中、ぜひご紹介したいなと思いました。またこういったことを次々とご紹介していきたいと思いますので、気持ちが軽くなりたいな、お坊さんの世界と15センチぐらい近くなりたいなって思っていらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画も乞うご期待。